バブ島には猿がおりませんので、あの猿に似た人がよく登ってね、こう身を取ってる時もありますけれども、ちょっと皆さん体格がいいんでね、重たくて登れないみたいよ。あのリッカーで先の方にね、釜みたいなのがついててね、切って落とすみたいですね。はい、ではこちらフルーツマウト。あ、ドーラちゃんが帰ってきた。ドーラちゃんね、そこにいますよね。白いソックス履いてるような子ね。クリスマスがお誕生日、1歳と今3ヶ月、4ヶ月かな。はい、ドーラちゃんです。日本語も英語もわかるバイリンガル犬。ドーラちゃんのお母ちゃんがそこにいますよ。ノーラちゃん。白と茶色。さあ、真ん中にドーラのお母さん、ローラちゃんっていうのがいたんですけど、ローラちゃん去年の11月に、